213kg の巨体高龍、そのかいなを張っていった、右を差す、だいぶ相手の脇を上げましたが、前三つを取り返しての出羽早手、寄り切りました、出羽早手勝っています。出羽早手万全ですね、もういい相撲だったと思いますよ。前三つ捉えてからはちょっとこれ今目の周りを気にしていますが、出羽早手の相撲です。これで1勝1敗出羽早手。さあ親方、改めて映像をご覧いただきます。もうねよくねこれね相手手繰って、はい、うん、相手中に入られるんですけど、これね右刺されるんですけどね、うん、ここはうまくねこう抜いて、うん、もうこの後はねもう腰を割ってこう出るだけですからね、よく落ち着いて。